ダウンタイム2日目です。まだね、洗顔前なんですけど、昨日の夜ビタミン C とビタミン E でスキンケアをしたので、肌の回復とかの腫れ穴からね、刺激になるんですけど、入れてあげることによって効果が上がるのがあるんですよ。 ただあれですよ、一般的に売っている防腐剤入れはダメですよ。私はクリニックが使っているやつとか、そもそも保存料のない原料でやっているので、あと自己責任でやってますので、ここはねちょっと隠しとこう。鼻もしないからね、ハイドライブで、これね、こういうのね、針なの、シミじゃないの、これ針、これはねニキビ跡。あ、めっちゃ薄くなってる。あ、そうなんですよ。今、ナイアシアミドやってるの、あとビタミン C もやってるので、やっぱり、ほら、これはね、ツヤですね。すごい。で、針。あ、ここね、辺針やって、でもここも針やったんだよ。で、ここも、やった。ここはいけない。針やった。赤すぐ赤くなっちゃうか。そうな、シサあるから、シサのね、オーロラだっけ、フォトフェイシャル光、あれ RF か、ちょっとやりたいなと思うんですよ。これね、針、これまだ針跡、これは多分シミだと思うんだけど、あ、シミっていうか、シミ、あ、これじゃないか。そうだね、なんか色素沈着で1年以内に取れるって美顔器診断では言われました。レーザーで撮るには薄いんですよ。だからこれ、こんな薄いのをね、撮ると、えぐれたり、逆にちょっとしか薄くならなかったりして、逆にこう中の芯、表面がめくれ、なんだろうな、生まれ変わった時に、そこだけ新しくて若い肌が出てきて、日焼け止め、こうマスク当たるでしょ？日焼け止めのムラとかで、逆に光刺激が、とか、摩擦が当たりやすくなって、色素沈着がしやすいんですよ。だから、これくらい薄いのをレーザーで撮ろうとしたら、ダメですよ。ゆっくりも花なし、ピーリングと導入だけでも薄くなるので、ターンオーバーをやった方が1年かからない、ほんと数ヶ月でも結構薄くなるので、そういうのがいいです。レーザーは大きいとかものすごい濃い方はいいんですけど、本当にこれぐらい薄い場合、ほんとコンシーラーやれば隠せる、ファンデーションだとちょっとうっすら見えるかなっていうシミは、ファンデーションもカバー力激しく高くですね、だったらトーニングとか、トーニングはね、マンゴーだけじゃダメなんです。トーニングプラス導入をしたら、3回ぐらいで本当に変わるので、で、ちょっと強い、最近のミラノピールとか、まだやったことないけど、文献見る限りだと、プラスその後の、導入でビタミン C とか、シミに効くやつやると、1回でも劇的な効果があるので、私はちょっとミラノピールをやりたいんですけど、このね、タリアナ治ってからですね、やろうと思います。ね、ハリアの。まあ、これはね、アートメイクなんです。国内？さすが、チャイニーズか、コリアさんがやってくれました。綺麗な韓国か、中国の美人にやってもらいました。めっちゃ濃かったの、はじめ。そう。めっちゃやばかった。粘りが濃かったしね。まあ、でも1週間になったんですけど、なんか代謝が良すぎて、思ったよりね、残んなかったらしいんですけど、でも濃いからマスカラでそう。まあ、ちなみにこれね、昨日ほら針があったでしょ。だから本当は洗顔しながら痛かしかったんだけど、そんなこと言われてないからさ、笑いました。うん。まあ、8時間ぐらい経ったからね、いいかなって自己責任。洗うとき痛くなくて、スキンケアがめっちゃ痛かったです。染みた。それそうだよね。そう、ナイアシアミドの粉末を入れて、それから、私ね、横じわはね、ほぼないんだよね。ただ最近ちょっと寝方が悪くて、ちょっと出てきたから。ね、ここさ、取りたいよね。でもこれも取ると、首支える筋肉とか良くなるみたい。と、肩こりね、気になるから、そう、肩こりボトックスいいよね。でも一番いいのはね、肩こりボトックスもいいけど、筋膜リリースもいいですよ。剥がし方によっては、だらんだらんで体悪くなるのでね、ちゃんとしたとこに行きましょう。こんな感じか。
おはにゃ、マスクでさ、ね、みんなマスクで鼻さ、太ってない？太ってないとか、潰れない？なんか明らかに鼻低くなったんだよね。マスクさ、ずっとこうやるからさ、やっぱそうなるよね。骨じゃなくて、ここって脂肪だから。そうだよね。なんか、あれ、肌丸くなった前よりと思って。あれ、肌弱いからすぐ赤くなっちゃう。っていう感じで。まあ、一回ちょっとスキンケアっていうか、洗顔後もう一回、取りますね。多分その張り穴わかると。全然腫れてないですね。なんか、直後すごかったし、でもその数時間後に引いてて。他の YouTube とかさ、動画の人見ると、私これもともと何もしてないよ。あの、お目目が出てる人。うん、ちょっとむくんでるけど。へぇー。これね、なんか書いてね、怪我しちゃった後。痛いよね。これはね、こっちはほくろなんだよ。これほくろだけどって言われた、肌診断機。半年前にカンパないって言われたけどさ、その後さ、針プスプスさせたらさ、カンパできないかな？ちょっと心配よね。ねえ。じゃ、この後、洗顔して、もうちょっと、いい画像で出したいと思います。うん、髪の毛ね。じゃねー。